たします。はい、皆さんこんにちは、渡辺裕一です。では今回は信長の野望、戦国立志伝小早川秀秋プレイ続きをやっていきたいと思います。まあ、前回ですね、結城家と、まあ、苦渋の同盟を結んで徳川攻めを本格化させたというところまでお届けをしてきたと思います。今回はその続きになりますね。徳川攻めの、まあ、総仕上げというところになっていくかと思います。ここまで散々苦しめられてきた徳川家、まあ、現松平家にはなってますが、こことね、戦いを専念するために、これまた徳川の一門衆ともいえる結城家と同盟を結ぶというね、先月の収支です、報告いたします。まあ、ちょっとね、絡めて的な内容ではあるんですが、そこで活路を見出したというところですね。まあ、現在はですね、その結城と徳川家と二正面作戦をしなくて済んでいるというのもあって、全軍を徳川勢に向けることができているので、戦いはかなり有利に進められています。もう決着はつくかなということで、今回はね、一応最終回という位置づけでプレーの方を進めています。表情を始めます。報告いたします、報告いたします。先月の収支です、報告いたします。もう残った徳川側の城はざっと10はないかなっていうところまで来てますからね。このまま一気に押し込みましょう。相変わらずの武将不足っぷりは健在なので、まあ、そこをどうカバーしていくかっていうのも一つのこの先の攻略のポイントにはなっていきそうです。ご命令を報告いたします、報告いたします。先月の収支です、報告いたします。騎乗します。なんかね、女子が騎乗しますって言われてドキッとしたけど、さてと、ここで大谷勢がまた攻めてくるのか。もみ以上武将はいる、もみ以上に武将はいるけど、他に武将がいない感じかな。いや、これだったら戦える、戦えるね。しないな。さあ、大谷勢の牽制のために大谷の城も攻めつつ、徳川の城を攻めましょう。まあ、大谷勢にはね、これまで助けられてはきたんですけど、大谷の方から戦闘を仕掛けてくるんであれば、ちょっと話は別ですからね。まず大谷に関しては、今この岡崎、あとはこの吉田、この2つの城から、大谷の城を攻撃するための兵を出しています。で、丹波方面ではね、防衛戦を展開するっていう形で、対徳川戦に関しては引き続きですね。やるとするか。
さあ兵糧が不足してきている。餓死寸前の部隊が多くなってきてますけど、ここは先月の収支です。報告いたします。木の根を止めるというつもりでやっていきましょう。逃げるなら今のうちだ。逃げ道などないぞ。出陣するぞ。負ける気がしないな。お、シゲカドも死んだか。ご命令を報告します。軍団長クラスが立て続けに死んでいきますね。先月の収支です。報告します。まあ、稲葉正成が死んだのも痛かったですけど、特にこの終盤になってくると完全に武将は死ぬ量が多くなってくるんで、どうにもこうにもっていうところは出てきちゃいますね。さあ、もみを攻めてきた大谷勢は撃破しましたね。じゃあこの撃破した部隊も城攻めに入りましょう。承知しました。でいよいよ兵糧不足で苦戦してる感じかな。この武勇天下に示す。ここで天下統一の話も出てきましたか。ついにあと5カ国の領有となるとどうしても勇気と再び戦端を開かざるを得なくなっちゃいますけどね。表情を始めます。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。承知いたしました。承知いたしました。遊びは終わりだ。さあ金ヶ崎も落ちたか。これで、ね、あとは持ち手山を落とせば大谷も滅びますね。大谷脳から売られた喧嘩なのでこれは気にせずに行きましょう。しないな敵将。よし、会津若松戻った。敵が我が領内に向かっております。大谷勢が福知山に攻めてくるとはいえだ、味方としてはどうする。福知山の防衛に当たる。いや、追撃した方がいいね。腕が鳴るぜ。ご命令を報告いたします。先月の収支です。報告いたします。有期とは24ヶ月の同盟延長をしておきましょう。あとは道館のところがちょっときついね。強いというやれとするか。かしこまりました。騎乗しましょう。道館の城には別動隊を派遣しましょう。我が策お見せしましょう。ご命令を報告いたします。
報告いたします。先月の収支です。報告いたします。逃げるなら今のうちに。よし、米沢城を取った。そしたら小早川秀明はじめ2部隊は一度返しましょう。で、道館のこもる城に対しては強行をかけていきます。小早川秀明は天下人になりましたね。ここに来てついに。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。まさかね、小早川秀明が天下人とそう呼ばれる日が来るとは思わなかったな。逃げたければ逃げなさい。敵将捕らえました。さあ、長谷堂も取ったので残る城は4つにまで減りました。いや、長かったなここまで。では長谷堂を攻めた部隊を南下させていきましょう。今度は佐渡の城も落とせると思うので、ちょっとただ兵糧が不足してるんで、もう強行にして決めちゃいましょうか。攻め込め。我が道を阻むなら容赦はせぬぞ。敵将捕らえた。騎乗する。これで決まるかな。残りこの信濃の3つの城、これを取っていきましょう。いやー、この挑戦というかこのプレイは本当に長くなりましたね。今までで一番長く、多分第何回第何話みたいな形でプレイしてきたのは This is the Police が、全180日という感じでねプレイをしてきましたし、あとはですね、提督の決断も第46話までプレイがあったかなと思います。ただね、それぞれそんなに言っても1話1話が長くなかったのかなというところもあったんですけど、このね小早川秀明プレイはいけるかなと思ったら、いろんな大名家の裏切りにあったりとかね、馬林取りましたね。残り2つです。沼田城に兵を出していきましょう。まあ、なんといってもね、本拠地九州にありながら飛び地的な形でかなりね兵糧を苦戦したりもしましたけど、報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。なんとかここまでやってこれました。直勝が守るのが美濃和城ですね。いい直勝。敵を追い詰めます。敵将捕らえたり。ここまで来るとね、おそらくなんですけど、先月の収支です。石田家と肩を並べるぐらいの戦力にはなってるんじゃないかなと思いますね。かつここで徳川勢の家臣団を取り込めるので、ここは兵糧が不足しちゃったかな。我らが負けるなどありえん。いやー、ついに徳川家松平家滅ぼしましたね。敵将を捕獲した。
いや長かったなここまで。ちょっと最後にね、徳川家に最後までいた武将どんなのがいたかっていうのをね、捕虜の中から見極めていきましょうか。先月の終始です。報告いたします。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。全体マップ的には島津が、やっぱり毛利を食い始めてるって形になってますね。さて、じゃあ武将をちょっと見ていくとどうなってるかというと、あ、でももうこんなもんなんだな。武将の数もね、だいぶ減ってますね。島津がおそらく毛利をこの後食っていくんでしょう。最後、石田家は兵数が93万、拠点51ですね。小早川が拠点75なので、まあおそらくね、この後時間が経つにつれて圧倒的に小早川の方が武将の数も、あとは城の数も多いのでね、兵力的にも勝っていくのかなとは思います。出雲の国とか、あとは雪村とかも健在でしたね。雲隠れ再造、徳川光圀、いや一気にみんなあれだな、ごほごほ咳込み始めたな。何、結城秀康の後松平が継いだってなると、これ松平も討伐しなきゃいけなくなるじゃないかっていう話にもねなってくるんですが、もうねこの後は同じことをやって、間違いなく結城家倒せると思いますので、一旦ここで小早川秀明プレイ、最終回というふうにさせていただきたいと思います。小早川秀明プレイもねだいぶ長くなってしまって、途中、いろんな方からたくさんのアドバイス等々いただいて本当に、ありがとうございました。また信長関係をねいろいろプレイの方はやっていますんで、引き続き興味ある方もしいらっしゃればですね、お時間あるときに覗いていただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。